実はですね、ちょこっと工夫しているんです。だって15本しか弦ないのにもったいないじゃないですか。こんにちは、ネズミハープチャンネルのみかこです。最近小型ハープが熱いですよね。私の感覚的に2人に1人は15弦程度のハープを持っている印象があります。ですが15弦ハープのお悩み、曲がなかなか弾きにくいというのがありますよね。レバーハープ用の楽譜は今たくさん売られていますが、大抵25弦以上のハープを想定されていて、15弦ハープで弾こうとするとちょっと弦数が足りないなんてことがあるんですよね。みやび先生が今年出版されたクリスハープ教本をはじめ、なんかちらほらと15弦程度のね、ハープに対応した楽譜も出回るようになってきましたが、まだまだ足りない印象があります。やっぱりね、皆さんね、それぞれ弾きたい曲ってありますよね。私もいろんな曲を弾きたくて自分でアレンジして演奏してきました。実はですね、アレンジの際にちょこっと工夫しているんです。本当はあんまり教えたくなかったんですが、15弦ハープがあまりにも人気なので、15弦ハープを買った人がいろんな曲を楽しめるようにアレンジの方法を今回動画でまとめてみることにしました。今回の動画では簡単弾きやすいアレンジ15弦バージョンということで、15弦程度の小型ハープを持っている人が好きな曲をね、演奏できるようにアレンジのコツ、裏技を解説したいと思います。もちろんね、15弦で弾けるってことはファウルハープだったりアイリッシュハープでもね、同じような技が使えますので、ハープをお持ちの方で自分の好きな曲をアレンジして弾きたいという方はぜひ最後まで見ていってください。こんな感じで私のチャンネルでは、演奏動画に加えてハープを習っている、習いたい人に向けたちょっと役立つ情報を発信しています。もし今回の動画が参考になったと思った方は高評価ボタンお願いします。それでは早速本題に入ります。小型ハープで曲を弾くための裏技、これがね、2つあるんです。ということで順番に解説していきたいと思います。小型ハープ用のアレンジの裏技、まず1つ目が胃腸です。胃腸は曲の腸を変えるということです。よくカラオケとかで原曲キーとか原曲プラス1、マイナス2とかってありますよね。高くて歌いにくい、低くて歌いにくい時にこうキーをプラスにしたりマイナスにしたりして調節することがありますよね。胃腸とは簡単に言うとそのことです。15弦で弾けるように腸をね、前後に移動するというテクニックを使っています。とここまで聞いて、ああ、もうそんな難しいことわかんない、そんなことできないと思った方、大丈夫です。安心してください。超簡単なので、ぜひね、最後まで見てってください。と言っても、すぐに胃腸するわけではありません。まずは、皆さんが弾きたい曲の楽譜を用意してください。この楽譜は、レバーハープ用でも、ピアノ用でも構いません。できれば、簡単なアレンジ、初級、とかね、優しいっていうワードがついてる楽譜だとより弾きやすいと思います。そして楽譜が用意できましたら、メロディーラインを確認します。そして最高音を確認しましょう。これがポイントになります。先日私が15弦ハープで弾いたカントリーロードありましたね。で、私が持ってる楽譜は実は波長調だったんです。波長調、つまり、シ、ミ、ラのレバーを上にした状態で、フラットシャープがない楽譜だったんですね。波長調で弾いた時に、ここ、と、最高音が、ラの音でした。ラなので、問題なく弾けるんですね。ここで、弾けるから、まあいいか、じゃあもったいないんです。そうなんです。最高音がラということは、シー、ドの音が余っちゃうんです。もったいない！だって15本しか弦ないのに2本弾かないなんてもったいないじゃないですか。ということで、本来波長調の楽譜だったんですが、変補聴調に移調して弾きました。そうすると、はい。ギリギリで最高音のどの音まで使って曲を弾くことになります。なんでこういうことをするかというと、後で伴奏をつけるときに伴奏をつけやすいからなんですね。例えばですが、メロディーがね、もうこの低い方まで来てしまうと、伴奏をなかなかつけられないんですね。なので、メロディーラインをなるべくね、この上の方で弾けるように収めることで、伴奏を後々つけやすいというメリットがあるので、胃腸を使いました。反対に、
楽譜を確認したら最高音がレの音でしたってなった時にね、1音だけ弾けない。たまにあるんですね、こういう時。こういう時もこの胃腸のテクニックが役に立ちます。まあ胃腸オクターブね、低くするっていうやり方もいいんですが、たったね1音だけ出せないとかでしたら、胃腸してちょっとキーを下げるっていうねやり方も同様にできるわけですね。こんな感じでたった15弦しかありませんので、胃腸のテクニックを使ってね、なるべく全部の弦を使ってあげる。これね、なんか大事な気しませんか？とは言っても、胃腸ってどうやればいいのって難しいってね感じた方もいると思います。大丈夫です、ハープで胃腸は簡単です。というわけで早見表をご用意しました。じゃん、実際にね弾きながら確認していきたいと思います。まずですね、1音高くしたい場合はシャープを2つ足すか、フラットを2つ消すという方法があります。例えば波長調の楽譜でこれを1音高くしたいときはですね、シャープを2つ足すんですね。ですのでドのシャープとファのシャープを足します。そうすると先ほどねドから弾いたのを1個ずらすんですね、隣の弦です。はい、波長調だったのでシャープを2つ足しました。例えばもともとねフラットがついてますよって楽譜ありますよね。こういう時はフラットを2つ消すと1音高くなります。反対にですね、1音音を低くしたい場合、これはですねさっきの逆なんですね。シャープを2つ消す、またはフラットを2つ消すと1音低くすることができます。そしてもう一つのテクニックはですね、1音半変化させたい時ですね。1音半？何それって思いますよね。大丈夫です。ハープの場合はこのレバーを操作したら2つ分弦を隣に移動させてください。冒頭でお伝えしたカントリーロードがねこれのやり方です。1音半高くしたかったのでフラットを3つ足したんですね。波長調ですとこれドから始まる音なんですけど、これをねフラットを3つ消しますと1音半高くなります。ですのでドから始まったものを2個隣にずらしますので、ミから始まるんですね。はい、こんな感じでね、ここのレバーを操作すると簡単にねこう上下に動かせます。元々の楽譜が何の調で書かれているかによって、こうフラットを足す減らすとかシャープを足す減らすっていうのはね変えてください。で、じゃあフラット2つ消してくださいとかシャープを足してくださいって言ったんですけど、これね適当にね足したり減らしちゃいけないんですよ。あ、好きなフラット消していいってわけじゃなくて、消す順番っていうのがあります。こちらもじゃん、はい、これです。フラットの場合はシが王様なんですね。シは最後まで取っとく。で、シャープの反対は逆にファがね王様なんで、ファが最後まで取っといてください。フラットを足す場合はこのねフラット側から足してって、シャープを足すときはこのシャープ側の音を足してってください。消すときはね反対側になります。ということで、一つ目のテクニック、胃腸を使ってメロディーラインをなるべく高音域に持ってきました。そうしたら今度二つ目のテクニックです。弾けない伴奏は展開させましょう。はい、何のこと展開っていうね、こちら説明していきます。例えばね、伴奏がこんな感じでありました。ラドミ、ラドミの伴奏なんですけど、このまま弾こうとするとメロディーに引っかかっちゃうんですね。そういう時はですね、和音の形をひっくり返します。一番上の音を持って下に持ってくるんですね。ミラドになりました。もう一回いけそうですね。今度また上のドをよいしょっと下に持ってくるんですね。そうするとドミラになりました。同じラ、ドミというね音を使ってるんですけど、3種類の順番がありますよね。なるべくねメロディーを
この上の方で弾きたいので伴奏はなるべくこの下の方で弾きたいですよね。メロディーの邪魔にならないように伴奏は展開させて、なるべくねこの下の方で弾くようにしています。楽譜にコードがあらかじめついている場合はピアノコード一覧と検索していただきまして、このコードのね音を使っていただければいいかと思います。詳しい伴奏の作り方はですね、こちらの過去動画で解説していますので確認してみてください。まあ、ちょっとね専門的なことを言うと、移調したりこう和音の順番をね変えるっていうのは曲の雰囲気だったりイメージがね変わってしまうのであんまり良くないっていう風なね、そういったねご意見ももちろんあると思います。原曲とね変わってしまうっていうね。ですがやはりねこう15弦ハープということで、もう15弦2オクターブっていうね制限、もう縛りがありますからね。ゲームで言ったら縛りプレイですから、使えるアイテム何でも使うみたいな、やはり制限がある中でのねアレンジになると思いますので、音域が足りないので弾けませんではなくて、こういったね方法テクニックを使って曲を楽しむこともなんか私は必要なんじゃないかなって思っています。以上で15弦ハープバージョン簡単弾きやすいアレンジのコツ裏技の紹介でした。ぜひね15弦という制約があるんですが、もうねそれさえも楽しむ勢いでアレンジして好きな曲をね楽しんでいただけたらなと思います。それではありがとうございました。ぜひアレンジして弾いてみてください。